段まで来ているぞ。これ距離入ったでしょ。残り3ランプ射程圏内に入っている。ただ松下信春はオーバーテイクシステムはもう残りがない。野尻は知らないでしょ、ここの松下選手のブレーキを。さあそして日立アステモ試験員ブレーキングゾーンに入ってきた松下はまずは後ろに下がっているが、もうこれはフロントウィングが野尻智樹のリアに当たりそうな距離感で立ち上がってくる。さあ終盤に来てまさかこの展開でトップ争いになるとは思いませんでした。野尻逃げていく。ここまでパーフェクト優勝に向かって野尻逃げていくが、1コーナーでどうだ。サイドバイサイド並べるか並べるか。残り2周で並べるか。